この間筑波行って大体の線が分かったんで。そうですね。でもみんなあんまりねかっこよくなかったからね。かっこいいのね。じゃあ綺麗なやつ、綺麗なやつを作ろうっていうね。綺麗で早い、ね、でもいい勉強になりました。やっぱ あの人たちはもうすごい、それやってる。もう要所要所はもう抑えてるからすごく勉強になりましたよね。なんかフレームもなんかこのままでいけそうな、補強しようかっていうのはあんまりしない方が逆に補強ね、入れる力逃げていいんじゃないかっていう。そう、逆にネック周りもそこそこ入ってるし、こういうとこですよね。逆にシートレールあたりに入れちゃうと揺れた時のエネルギーがまた戻ってきたり、逃がしたら、ないんで、ね、いいのかなと思って。とりあえず当初このままでフレーム塗装だけで。フレーム塗装しますか。塗装しましょうよ。やっぱ綺麗ですもんね。ここまで行っちゃったら、フレーム塗装しましょう、ね。いいな、入ってましたね。吉村ステージ3が入ってますよ、これ。中古のエンジン、これなんかやってありますよ、これきっとね。え、なんかやってあるね。見て、カモ見て、あらと思ったんだけど、ねえ、今全貌がすごいことになってます。すごいことになってます。これは要チェックです。要チェック。皆さん見てください、このエンジン。やばいです。ガンに侵されてます。これは治療できますか。これはやっちゃわないとダメですかね。なんかすい、ピストンの中がこれはやばいぞみたいな。なんとかしましょう。なんとかなるでしょう。ちょっとピンチ。レッドモーターの中村さんが顔色が一瞬曇りました。ピンチです。カムシャウトは万歳でしたが、これなんかこの茶色いシリンダーのスリーブはガンですね。かなり侵されてますね。まあ臨機応変に、臨機応変にやっていくしょうがないです。しょうがないです。しょうがないな。やこれ。なんとですね、うちの RTM 号がフェンダーは溶接から折れるわ、ウインカーは折れるわ、でなんとついにマフラーが折れてしまいましたね。これ、ここが溶接がマフラーが折れちゃいました。でちょっとサーキット走行するには危険なので、マフラー飛んじゃうかも分かんないので、もう残念で残念で仕方ないんですけど、56秒は次の機会にちょっと残しておいたろうと。残念です。